ビルナイはイギリスの俳優。サリー州、ケータラム出身。若い頃はジャーナリスト志望だったが、十分な資格がなかった。彼は雑誌社で雑用係として働いていた。後に小説を書くためにパリに滞在するも、書けたのはタイトルだけだったという。イギリスに戻り、当時のガールフレンドの勧めで、ギルドホール音楽演劇学校にて演技を学ぶ。 1975年にデビュー、1981年に映画初出演を果たす。BBC テレビラジオ、また舞台でも主に脇役として活躍している。2003年公開のラブアクチュアリーにて英国アカデミー賞助演男優賞などを受賞した。2006年放送のテレビ映画ナターシャの歌にでゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞。 ハリウッド映画では、アンダーワールドシリーズのビクター役や、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズのデイビー・ジョーンズ役で知られている。また2013年公開の映画、アバウト・タイム、愛おしい時間についてでは、主人公の父親役を独特の存在感で演じ話題を呼んだ。2006年には、サム・メンデスが演出を務めた舞台、バーティカル・アワーで、 ブロードウェイデビューを果たし、その演技が高く評価された。私生活では、女優ダイアナ・クイックと長年パートナー関係であり、ビルは、ダイアナのことを、妻と言っていた。二人は2008年に別れている。二人の間に生まれた娘のメアリーナイも女優である。ブラックホール。 スー、ビルナイ・ザ・アンオーソライズド・バイオグラフィー、ジョン・ブレイク・パブリッシング、ISBN1 から844548678、ビルナイ・ツースター・オポジット、ジュリアン・ヌムア・イン・ヘアズ・ザ・バーチカル・アワー。プレーベル、インク、2012年9月10日閲覧。バイオグラフィー・フォー・ビルナイ。imdb.com、インク、2012年9月10日閲覧。ロバーツ、 ローラ、イッツノットラブアクチュアリーアフターオールアズスター9、スプリッツウィズパートナーオブ27イヤーズ、デイリーメール、25オーガスト2008、アガサクリスティーム実は、サイナム、アクスンミステリー。ありがとうございます。